2023年2月、アメリカ海軍ミサイル駆逐艦ワリーが定期メンテナンスを行うため、横須賀での前方配備を終え、アメリカ本国のワシントン州エバレット海軍基地へ向かいました。ワリーは70隻を超え、現在も調達中のアーレイバーク級の初期建造艦として1992年に就役しました。2016年3月からは米海軍第7艦隊第15駆逐戦隊レスロン15に所属し、航行の自由作戦を実施し、台湾海峡を通過するなど日本の横須賀基地を拠点に活躍しました。日本での配備を終え、浦賀水道を南下する際、マストにはコミッショニングペナントと呼ばれるリボン状の特別な旗が掲揚されていました。この旗を掲揚することは非常に稀で、行き交う船や海岸で見送る人々には彼の挨拶をしているように見えました。